1975年のコース1975年のルマン24時間レースは43回目のルマン24時間レースであり、1975年6月14日から6月15日にかけてフランスのサルトサーキットで行われた。この年無給油で20周以上走行できなければならないという独自の燃費規制を導入し、スポーツカー選手権シリーズに出場している。 トップクラスのマシンが出場を敬遠した。マトラも姿を見せなくなり、主役不在の感があった。有力チームは、ガルフオイルのスポンサードを受けジョン・ワイヤーが率いる、イギリスのミラージュ、スポーツカーレース用の T280 を持ち込んだ、ローラ、フランスのリジェなどであり、いずれも f 1用に市販されていた、フォードコスワース DFV エンジンを搭載し、 F1 での使用より 2000rpm 以上回転を低くして使った。シグマオートモーティブは新設計のシグマ MC75 を持ち込み3連続の参加となった。今回は日本電装とトヨタレーシングディベロップメントの協力を得て 2TG 型エンジンに、K、KK 形成のターボを装着し 360PS と当時としては高出力にして搭載、もともと トヨタと関わりが深かったが、ようやく当初考えていたエンジンでの参加となった。ボディや車種は、空力性能を追求し、高速化に重点が置かれた。出走したのは55台。シグマ MC75 は、走行安定性が低く、予選タイムは上がらず基準タイムをクリアできなかったが、出場を取りやめたチームがあり繰り上がって、決勝出場が可能になった。高橋春久に、 福下博仕組みが乗る、シグマ MC75-18 号車は、当初10位前後を会長に走ったが、わずか2時間半で折れたバルブスプリングの破片が、オイルポンプに挟まりエンジンに損傷が出て、加藤真が2時間もかけて修理したがコースに復帰すると、再発、リタイアとなった。乾燥したのは30台。 デレックベル、ジャッキーイクス組のガルフミラージュクレーン8が24時間で 4595.577km を平均速度時速 191.482km で走って優勝した。シグマはこれで当初あった資金を使い切り参加を取りやめた。ありがとうございます。